ローズの秘密のページは2016年のアイルランドのドラマ映画。監督はジム・シェリダン、主演はバネッサ・レッドグレーブとルーニー・マーラが務めた。本作はセバスチャン・バリーが2008年に発表した小説ザ・シークレット・スクリプチャーを原作としている。2016年9月に開催された第41回トロント国際映画祭で初上映された。なお、 本作の日本語字幕は稲田さゆりが担当した。ロザンヌ・マクナルティはロスコモンにある精神病院に40年以上入院していた。1942年にローズは赤ん坊を殺した容疑で告発されたが、彼女はそれをずっと否定し続けていた。精神病院が取り壊されることになったため、ローズの主治医であるグリーン医師は彼女を転院させるべきか否かで頭を抱えていた。 自分の無実を証明することを諦められずにいた。ローズは入院以来聖書の余白に書き続けてきた日記を参照しながらグリーンに自分の人生を語り聞かせた。1930年代、ローズはおばの下で暮らすべくアイルランドにやってきた。ローズの母親は夫を亡くして以来うつ病に苦しんでいた。ローズは幸福な暮らしを送っていたが、 上空を飛んでいく飛行機は戦争が間近いことを示唆していた。しばらくしてローズは戦闘機パイロットのマイケルと恋に落ちた。マイケルは戦争が終わるまでこの地で俺の帰りを待っていてほしいとローズに言った。地元の人々はマクナルティ一家はイギリス寄りの人間だから気をつけろ。と警告してきたがローズは意に介さなかった。 マイケルのことが気にかかるローズではあったが、その寂しさゆえに、地元の教会で神父を務めるゴーンとに惹かれていった。ゴーンととローズのおばは、この町は小さな町だから、二人でいるところを見られたら、何があるかわからないとローズに言った。ローズが浜辺を歩いていると、戦闘機が上空を飛んでいった。パイロットはマイケルのようであった。ローズは美しい女性であったため、 地元の男性たちの注目を浴びていた。特に、ジャック・コンロイは彼女に熱を上げていた。コンロイと楽しそうに踊るローズの姿を見て嫉妬心を燃やした、ゴーンとは、コンロイに喧嘩を売った。その一件を耳にした、ローズのおばは、彼女を森の中にあるコテージに住まわせるようになった。そんなある日、森の中に飛行機が墜落していた。その飛行機を操縦していたのは、マイケルであった。 ローズはマイケルを救出し、コテージにかくまった。看病を通して、ローズとマイケルはどんどん親密になっていった。その後、マイケルはローズにプロポーズをし、二人は夫婦になった。しかし、幸せは長く続かなかった。マイケルの行方を探していたアイルランド共和軍に、コテージが見つかり、彼らの手でマイケルが連行されてしまったのである。失意に沈むローズであったが、さらに、 彼女を追い詰める出来事が起きた。カッコ内は日本語吹き替え2014年1月、ジェシカ・チャステインとバネッサ・レッドグレーブがサディウス・オサリバン監督の新作に起用されたとの報道があった。3月にはジェレミー・アイアンズとジョナサン・リース・マイヤーズの出演が決まったと報じられたが、最終的に2人が本作に出演することはなかった。 7月、降板した、オサリバンとチャスティンの代役として、ジム・シェリダンとルーニー・マーラがそれぞれ起用されることになったと報じられた。8月、テオ・ジェームズ、エリック・バナ、ジャック・レーナーの3人に出演オファーが出ているとの報道があった。当初の予定では、本作の撮影は2014年5月に始まることになっていたが、制作に遅れが生じ、 実際に主要撮影が始まったのは2015年1月13日であった。撮影は同年3月6日に終了した。2014年2月、ボルテージピクチャーズが本作の配給券をベルリン国際映画祭で売り出した。11月、レラティビティメディアが本作の全米配給券を獲得したと発表した。2016年1月、 ルーニー・マーラとジャック・レーナーの劇中の写真が公開された。5月、レラティビティメディアが本作の配給から手を引いたとの報道があった。9月10日、第41回トロント国際映画祭で本作はプレミアを迎えた。本作は批評家から国評されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには35件のレビューがあり、批評家支持率は31%。 平均点は10点満点で4.3点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ローズの秘密のページの原作小説は高い評価を受けており、俳優たちは厳選されている。彼、彼女らの立派な努力にもかかわらず、この作品はページに記されたままであった方が良かったと思わせる出来になっている。となっている。また、メトクリティックには10件のレビューがあり、 荷重平均値は37、100となっている。ありがとうございます。